会話この一つの言語となった私たちが この三元祭に対してさらにもう一個何か言うことがないだろうかということを今年のテーマとさせていただきたく、この地域経済の中に何か専門らしく風穴を開けているような取り組みができればというふうに考えています。また、これまで小田原セレブで結束してまいりました提灯作り の, 指導教室、また箱根セレブが創設以来大切にしてきた、例えばその箱根の自然の中における樹脂転換の授業、こういったもともと人それぞれの会が持っていたものというのは、この合併した後もスケールメリットを持って、発展的に継承していければありがたい、そのように思っております。